はい、8時44分。今日は平家平高藪登山口から笹ヶ峰の方に縦走していきたいと思います。本日のパーティーサブリーダーと山崎さん、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、平家平。はい、8時44分登り始め4分。これはまさか、まさかの、まさかでね、うん、いや、これ取らんとって。何の話？これ取らんとって。何の話？もう上着だけパッと脱ぎや。上着だけやない、これ中身を脱ぎたいだよもん。まあ上着だけ脱いだらもう止めちゃうき、うん、でこんな会話いるか？簡単やね。脱いじゃうからがないで。脱いじゃうかな。ええわもう、はい、やってくれ。これを脱ぎたいが、うん、うん、じゃあ見よるわ。見よるわじゃないきよ。今日はちょっとサブリーダーがこれ以上見せたくないということで、まあ後でまたやって。ほんなら、あ、それやり、そんなやりながら抜くか。抜かないよ。じゃあはい、もう今日はもう分かりました。完了でいいですか。はい、ファンの皆様に確認せんでも完了の上。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ごめん。なんで大丈夫？大丈夫やったっておかしい。大丈夫やったってこと。自分が何を着てきちゅうかがわからない。見せてもよかったってこと。え？見せてもよかったってこと。うん、そうそうそう。オッケー、続き、うん、よかったですね、視聴者の皆さん。見れますよ。よくはないよ。うん、完了したら言うて。ヤマピも今のがんってことはよ。うん、ねえ。全然まだ。暑いっていうほどでもないけど、そうですよね。うん、あとから脱衣タイムがね、ヤマピー。はい、オッケーですか。オッケーですか。あ、後ろから来た、オッケーです。はい、ありがとうございました。二人言うのがめんどくさい。はい、9時1分何ですか今度は。もう一回脱いちゃおうかな。2回目の脱衣タイム。暑い。そうやね、南斜面やけまで暑いね。暑い。まあ後続がいますんで速やかに。あ、はい、まあレイヤリングも考えていこうね、またね。考えんでいいって言えなかった。いやいや、2回も抜けたとほらもう来たきよ後ろ。ほんと差ができんやんか後ろと。そうなかよ。一つも終了ですか。終了。はい、ありがとうございました。暑い。暑いんですか。仮病。持病が出た。仮病。持病の仮病のめまいやろ。知ってますよ。いや、本当に理由がいい。本当。めまいが。仮病。めまい。持病やき。持病に、持病の、持病持ちの人に向かって、なんでその言い方。仮病持ちやろ。しっちゅうきよ。もう何回お前と一緒にね、山来た友達が。毎回それやき。持病の仮病のめまいやき。最近持病が出てなかったかよ。仮病はね。仮病、仮病うるさい。行きますよ。はい。はい。はい。9時47分。足谷登山口との合流点。こちら、合流点です。どこの？どこだっけ？さっき言ったよね。音が聞こえなかった。うん。高藪と足谷の合流点、登っていきます。はい、10時22分ちょっと開けたところに出てきました。すんごい色やね、この青。なんていう色これ。なんていう色。スカイブルーかな。すごいな、快晴。めっちゃ晴れ中。めちゃくちゃ綺麗な色や。めっちゃ綺麗だね。綺麗。これはほんまにすごい。すごいね。この青と下のコントラストがねえ。綺麗な。こういうはなんて言われたか、山崎さん。素敵。素敵やね。はい、10時47分平家平。1693メートル到着。
景色は最高やね。お疲れっす。最高やね。やったー。来たかったところに。取れた。ねえ。うわー、すごい。ほんと、風が全然ない。はい、おー。めっちゃ気持ちいいね。うん、最高やね。到着。目の前、あそこが赤石山系さ、あそこが。すげえ。すごいね。電波ギリあるね。はい、11時7分。そしたら平家平を後にして。寒ブリ山に行きたいと思います。寒ブリ山、そうです。ほんで父山、そうです。笹の海ね。イエス。遠い。6時間、5時間から6時間ぐらいかな。頑張りましょう。はい、寒ブリだ。この稜線気持ちいいね。めっちゃ気持ちがいいね。ずっとこんなんやったらいいのに。高速道路やね。うん、すっごい気持ちいい。綺麗なしね。綺麗なしね、うん、程よい風やし、うん、最高やな。もう杖が邪魔でたまらん。笹好きやね、あんた。ルートこっちで。ルートこっちやきよ。どっから来るかで。これも怒られてるんですか。ノーライフ？ノーササ。めんどくさい。忍びはここで。左が道ですから。ね、全然こっちやか。本当。忍びは。うん、ね、はい。12時5分。寒ブリ山。1732メートル。到着。景色は最高やね。すごい。父山、笹ヶ峰、寒風山、伊予富士、奥は筒状山に手箱山、さらに奥に伊豆地も見える。最高やね。お疲れっす。最高やね。本当にいい天気で、うん、素晴らしい、うん、お腹すいた。早から、うん、どこで食べる予定？父山で食べんかい。今12時やけど、うん、さっき食べたばっかりやけど、うん、あれ。チョコ食べるわ。はい、どうぞ。父山までどれパーで行くんかね。今計算します。多分その先崖。道はありますよ。ただあんまり行ったらほんまに落ちるで。崖っていうか道やね。え、全部道？いや崖やと思うけど。道？あれ？ほらこっちが崖？あら、ほらこっちが崖か。山崎さんが行きよったあのまっすぐ行ったところは多分この崖のところに通じるところやね。これはやばいで、あそこから、うん、見たら、うん、かなりやばいと思う。あんなん生かされようとしとったかで。よく経験やきよ。何でも経験じゃないでね、ヤマピー。そのままね、うん、知らんまま行ったら危ないね。うんうん、サブレで何してるんですか。何が？すごいへっぴり腰ですよ。滑る気怖いがよ。笹なしでは生きられない。よいしょ。今度はこっちの笹。もう滑るこの葉っぱがよ。ナイス。ナイスやろ。よし。博士、これ何？気持ち悪い。うわ、ほんまや。うわ、言うた。
これ何？これは真っ黒いですね。黒い腰掛け。黒い腰掛け。いっぱい黒い腰掛け。いっぱい黒い腰掛け。いただきました。ちょっとキレがある？キレはないか。考えでね。考えね。まあまあ。ファイナルアンサー。いや、博士にファイナルアンサーないけど。いっぱい黒い腰掛け。はずい。はずいね、これも。これもはずい。ね、本当にね。はい、12時半。冠山と土山、間ちょうどコル、漢字地のコル来ましたよ。高速道路。やった、高速道路。うん。気持ちがいい、稜線や。うん、土山も前に見え中期。もうちょっと。めっちゃすごいでね。いい景色やね。うん、すごい。最高やで。あそこ全然コリはなかったね。ローブ、ね、ロープ使うてぐっすり下ろされるもん ね、うん、ね。違うかったね。違うかったね。まだまだ先でしたコル、うん。まだまだロープでこんな降りないか。わからんだけど。まあ、すげえ。ここまで降りるか私ごめん。はい、12時49分。こここそコリやない。一番。降りていたところだと思う。うん、マジで。寒地地のコル。寒地地って何？寒地地って何？寒ブリ山と土山のコル。ここがコルでしょう。はい、登り返しましょうかね。サブリーダー、登り返しゅうね。はい、どうこの道？いや、これぐらいならまだマシよ。あ、さすがやね。俺もバテバテ。ヤマピーどうすか？バテバテですね。バテバテだね。サブリーダーだっけよ。落としめられよ。何？落としめられよ。いやいや、尊敬のまなざし。じゃあそんなわけねえじゃん。しんどいわ。しんどいね。嘘つけ。急になんかしんどくなってきた。それケビオやん。なんかわからんけど急にしんどくなってきた。最高やね。ほんと。さあ最後の登り。にしても景色は最高やね。最高やね。最高よ。赤石山系かっこええな。そして西条新居浜の町も見えゆ。あれが前赤石やろ。前赤石わかった。これです。はい、1時41分分岐。確かこれ赤石の肉やなかったっけ。そうそう、銅山越えに行く場所の分岐やね。父はもう目の前、あとちょっと。靴掛け山も見えるね。そしてこちらから銅山越えにリクルートと。もうちょっとですよ。はい、よっしゃ。もうすぐだ。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。今日暑い気どうしようかな。何でいい？何？脱ぐ？暑い。やっちゃう、うん？どうぞ。最後に。最後に何しちゃうの？最後に一脱ぎ。一脱ぎ。一脱ぎっていういつもの言葉が。脱いちゃうかな最後に。オッケー。もう暑いもん。あ、しんどい。まあでもよう越えてきましたね後ろ。歩いてきた重層路が全部見えてますよ。いいでね、これはあの平家平奥から来ましたよ。冠山があんな小さく見えるもん、もはやから。サブリーであっという間に抜きましたね。そう完了っすか、うん、完了。また肩こった。肩こった、はい、
痛い。オッケー、ありがとうございました。ありがとうじゃないけど、一つも毎度毎度あとちょっとですよ。ミシムチで行きも食べんご飯の話。え、ご飯の話。ちょっともうちょっとでピークやきよ。だって40分ばってか言うてやん。30分から40分の間だから無理無理。トラバースの方がマシやろ。こうやってまっすぐやき。うん、そうやね。いや、嫌な違う。もう嫌な違う。限界。引き返す。引き返さん何やっても引き返さん何やっても引き返さん。引き返さん山好きやね前しか行かんかった。もうけん撤退もよ、やっぱり大事なことやけよ。え、撤退も大事だけど。引き返さんってば今日は。引き返さん、あ、まあ、すごいね、お前今日はすごいね。もうけんお腹すいた。いやでも見えた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 。もうお腹すいたき今すぐ食べたい。え、引き返すお前。もう引き返さんってばだから何が何でも引き返さん。何が何でも引き返さん、うん、オッケー、ピーク見えました。もう見えた、もうお腹すいた、もうたん。もう一人やきよ。でさっき上しとる二人でもう、ね、もうちょっとやね、お腹すいたね。そうニコニコ。いやいや、そうで本当に。でもう一人やもんだろ。私10分ばと思ったきゃと。あ、10分でもええけど。じゃあよくないよ、10分じゃないやろ。うん、30分はかかる。30分とか無理。引き返そんなら。だから解散ってばすごい。引き返さん。下段しようや、引き返して。さんちゃん何が何でも何が何でも、うん、じゃあ行きます。はすごいところ歩きゆね、うん、めっちゃ気持ちがいいで最高やね。ここ最高やね。高度感もあるし綺麗なもん。高度感とってもわからんか。すごいはい、2時12分父山ピークまでの分岐なんか呼びました？うん、残り始めてどれっぱだったろうと思ったけど、うん、自分で見てそんな。そうやね、山っぽ見ると思ったかよ。はい、もうちょっとです。ここ直通していきます。え、この急登わかるかな。すごいね。これ私降りるがやったら怖いわ、ほんとねえ、うん、このシャドウやけどわからんか。このシャドウもわからんかな。まあすごいね。イオフジ状態になる。いや、イオフジよりすごいシャドウでこれ。そうなるとやばい。もうちょっと。はい。2時33分、父山、1855メートル、到着。ふう、疲れた。景色は、最高やね。おう、幻想的にガスが出てるわ。すごい。やった。お疲れでした。お疲れちゃん。あれあれどうしました？眩しくてよ。眩しくて。うん、眩しくて、うん、ミラー兄弟。エロ。どうしました？似合ってますよ。似合ってます。お似合いです。似合っちゅうかな。お似合いですよ。すごいミラー兄弟。ミラー兄弟。えがいないこれ。あ、いいと思います。ね、ご飯しまし、ご飯しましょうか。食べよう。はい、お疲れっす。はい。なんで？父山どんな感じがしっちゅう？お父さんの父かと思ったらよ。違うよ。じゃあお父やった。そう、うん、お前のお父山よ。女山やきよ。ねえ、そう、ちょっとヤマピーもやめてお父さんのこと思い出しお父さんがどう思い出しちゃった。あの死んだ親父のこと思い出しちゃってあ、いったまたこんな山登らせやがってとかなんかずっと頭の中で考えたけどお母さんの方やったって。お母さんの方やった。感謝せねえからね、登らせてくれてありがとう。いや、いや勝手に殺されかんねはい、ラストはあの笹上でです。ね、もう見える。もう見える、楽勝。はい、そしたら3時。父山を後にして最終目的地笹上に行きましょうかね。ミラー兄弟2人。サブリーだ、こっち向いてみて。何
何かお似合いですよ。お二人ともお似合いですよ。ヤマピーなかなか似合っちゃうぐらい似合ってます、似合ってます。いや笑えるぐらいに、うん、どういうことよ。よし行きましょうかね。はい行きましょう。めっちゃ綺麗な色やねこれ。これ何色？色なんやろうね、本当に。薄い青？って何色これほんまに。すごい幻想的や。水墨画やねまさしくこれ。水墨色。水墨色。いただきました。綺麗だね。すごいね。はい、3時20分。コルかな、ここ。チチササのコル。なんでチチササのコルって。おチチササのコル。まあ一応、下り切ってきました。あとは、笹が峰に登り返して、下山するだけです。はい、3時23分分岐。笹ヶ峰と丸山荘、銅山越えの分岐ですね。こちらに行けば、丸山荘、もみじ谷やったっけ。あとは、ここから笹ヶ峰に登り返します。はい、3時46分。笹ヶ峰到着。景色は最高やね。何ですかこのもやがかかった、すごいな。めっちゃ綺麗や。歩いてきた道も全部見える。平家平、冠山、父山と最高やね。やったー、お疲れでした。もうめっちゃ疲れた。本日4つ目のピーク、笹ヶ峰1859.7メートルです。すごい。どうですか？めっちゃしんどいよ。達成感あるでしょ。達成感ありますね、うん、達成感ある。そしてこの景色ですよ。素晴らしい。うわまた、うわすごい、水墨画みたいな。ねえ、ねえ、はい。そしたら3時51分、下山していきましょうかね。直道です。片付けちゃおうかな、あのロープそれ。お前本気で言うかボケて言うか分からんけど。だいぶお疲れのようだ。どう思う？お疲れなんかな。お疲れなん、うん、ロープ片付けるかやって。これ見えるもん、見えるもん。意味が分からんけど。もういいですか、人笑いとって。自分のデタラメが嫌になる。じゃあ下山開始。はいよ、はいよ、はいよ。はい、5時25分、笹ヶ峰の登山口の方に降りてきました。今日は、滝藪登山口から平家平、冠山、父山、笹ヶ峰と縦走して笹ヶ峰の登山口降りてきました。はい、ゴール。ちょっと見にくいね。最後はちょっと最後はちょっと日の入り近くになったんで足早の参考になりましたが、まあ実はこれ日もまだ残ってる状態なんで見えます。ギリギリです。はい、お疲れでした。ここです。ここに来てください。はい、お疲れ。お疲れ。見えんけど疲れ。お疲れです。お疲れです。はい、お疲れでした。達成ゴール。ほんと山っぽく切る。